間は暖かいです。暖かい。うん、かりがめちゃ暑かったら大丈夫かな。で、スプーン借りたらいいんですよね。なんじゃ明日明後日、うん、なんじゃ誕生日でしょ。あ、そうよ、誕生日がやってくる。また誕生日、またまさよちゃんだけなんよ、覚えて。去年もね、ありがとう。私も覚えちゃったよ。ねえ、ねえ、去年一緒にそうそう、みんなで一緒にまたケーキ作った。ねえ、ありがとう。あ、そうなんだ、嬉しいね。ま、本当にね、まさよちゃんだけなんよ、祝ってくれるの。もう正直なくて微妙におかしいよね。去年、いや、それで愚痴っとったやんけ。それで案の定やっぱり誰も誕生日おめでとう言ってくれるのよ。私なんでも今ね、今洗わなくてさ、こういうの入れました、うん、どっちでもいいんですかね、うん、包丁みたいな、こっちこっち、あ、取り皿一個ね。あ、それは何を、これケーキ、ケーキをね、ここあります。ピザの鶏皿と、その豆サラダはね、ちょっとボールみたいな皿がいい。スプーンとね。あ、これね、すごいね。なんかじゃあ、めちゃくちゃお腹いっぱいになるかもしれない。頑張ってくるから、頑張ってください。あれがある。持ってきた。あ、まあ、歌もある。ここ、ここである、ここである、ここである。ある。すごい、これ、なスープカレーみたいな感じですけど。結構シャバシャバの。うん、おお、好きです。シャバシャバ。本当ですか、うん、こんな、ほら、ほら。ああ、本当のシャバシャバや、うん。スープカレーみたいな。シャバシャバっていうのは北海道の本当のスープカレーしか食べたことない。本当のがつくんじゃん。あ、本当の旭山幼稚園、幼稚園やな、動物園で食べたスープカレー好きです。スープカレー美味しかった。うちの近所にスープカレーの店があるんですよ。本当、今度また何があった。だけど好きとか嫌いとかやなくて美味しかったし、比べることできんくらいまだその一食しか食べたことない。うん、これがスープカレーかっていう。でもなんとなくカレーはあのね、しっかりしたのでもシャバシャバ、そこまでシャバシャバじゃないけどシャバシャバでもね。お誕生日のこと、お誕生日いいです先生。一昨年かな、一個しかないけど、でも、お誕生日や、うん、お誕生日や、まあ、俺ごと4月はよろしくお願いします。先生何月でしたっけ。私1月。1月は来月ね。来月お誕生日。またやるの。いや、いいです、いいです。お誕生日。お湯とのバッチ。
で、なんで食べるかって言ったら、ルーの量が少ないから。はいはい、それは今からルーをたくさん入れてほしいってないふうに。ああ、言うたみたいやね、でもね、タイミングで。いや、本当にその意識なかったんやけど、まあ、そうなんよ。ちょうどいいよとき、まあ、あのね、余っとるから、私さ。ご飯あの、考えながら食べるの嫌でさ、もうね、ルーべーっていっぱいつけて食べるのが好きなの。どんなんですか、それじゃ。どんな、もうちょっと。でもあんまり入れてたから、なんか雑炊みたいになった。うん。でももったいなくない、入れる。私は入れていいよ。私はね、本当にそうなの。ハモリ。ただそこのしゃぶしゃぶのあれだと、すごい本当に雑炊みたいになっちゃうね。リゾット。でもいいよ、僕ら。これにさ、チーズ入れてた。あ、チーズはね、チーズ取っていいよ。でも、器がダメ、器がダメ。シューって言うだけでね、ブラブラになってなかったっけね。シャトレーゼ、シャトレーゼ。パリもあるよね。パリもありますよね。ああ、パリね。あ、ひっついとる？ちょっと待って。よいしょ。あ、途中まで取れる取れる。いやでもね、奥がね。奥ひっついてる。奥がひっついてる。大丈夫。ふわふわ外飛びよるけど、気のせい。虫？いやいや、虫といえば、ね、なんか、そう、なんか変な動きする。まあカレーがね、すごいよね。
はい、じゃあいただきます。いただきます。これ誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。あ、還暦じゃん。あ、還暦ですよ。本当の還暦。還暦。なんか持ってくる。赤い、赤い帽子とか持ってる。広島カープの帽子とか持ってる。クリスマスだったんですね。本当よ。衣装は結局どうしますか。あ、どうする？うん。入るところってあるんですか。いや、あ、あるあるある。うん、どうする？あるけど。雰囲気的にドレスがいいですか、うん、それともなんかちょっとしたお出かけ。あ、そんなんでいい。本当にちょっと、ちょっと、うん、ちょっとで。うん。じゃあ、この間買ったやつにします。あ、美味しい。この前しますよ。この間ここで撮ったやつなの、美味しいにしますか、うん、私はもうドレス着るまんまやってる。あ、の山田さんは T シャツですか。うん、あ、でもこのくらいのもそんなもん、うん、そんなになんか演奏者でございますっていう感じではなく、うん、そうそう、うん、近所のおいちょこおばちゃんが吹きに来てる。あ、そんな感じでいいよ。ちょっと甘口か。あ、でも後でいいかな。結構香辛料が、うん、一瞬甘いかなって思ったけど、あのね、うん、目の前に市役所の駐車場、立体駐車場が、ね、立体だったんですよ。前なんか平面やった。ああ、そう、立体になった。立体駐車場立派なんかできた。ここに入れていいんですか。いい、大丈夫。2時間無料だけど。分かる分かる。分かる。2時間無料、うん、え、何時集合。集合とか、うん、だから、もう事前に合わさんでいいよね、うん、軽く、うん、あ、します。もうぶつけ軽くするんだったら時間早く行かなきゃ。あの礼拝の、うん、前に。だけど大変やろ。いや、でも礼拝の前に一回顔合わせた方が安心だな。音出したいです。本当？うん、久しぶりなんだ。いや、負担がないんだったらそのくらい。私その日お休みにしてるから大丈夫。何十グラムですか。じゃあ決めて。どうする。あ、だから礼拝が6時半じゃろ、うん、まあ6時じゃね、音を出せるんだからね、うん、あ、でも6時にはもう早い人どうする。そうそうそう、じゃあ結構6時に終わる。5時半、5時集合にする、うん、5時集合遅いですよ。いやいや、遅くはな、いや、早い、早いよりも早くない、うん、金曜日やろ、うん、そうか、一番混む時間、うんうん、そうですね、混むし、クリスマスだけよ。街中やけね、結構混むやろね、スーパーハピザに合うのは何かなと思って春雨にします。コンポタージュとかも、ピザも1枚は大丈夫や、焼きよ、うん、もうちょっと後です、うんうん、私も久しぶりですけど、モトさんがもうだいたいアップしたって言って、すごい頑張っとってよ、まあ、アップしたのと吹けるのはまた違うかもしれないけど、一応アップはだいたい終わりました、うんうん、皆さんの足引っ張っちゃいけないんで、じゃあ我々もアップしとくかね。無理です。ちょっと途中で飛ぶかもしれない。アンプは嫌いではないんですけど、ちょっとアンプしないと吹けないんですよ、私。マサイちゃん、卒業試験の曲は何やったの。カルメンファンタジー。うーん、どうしてもあれを吹き、あの、うん、ハバネラが吹きたくて。うん、
おう。そうっすか。無伴奏が、宮城でした。2曲ありますよ、課題が。先生、何でした？無伴奏がね、エマニュエル・バッハ。はい、で、あっちは、伴奏付きはね、あれ、黒作り。メシア。メシア。なんか、友谷先生っていらっしゃるんですか、作曲の。僕の先生。友谷先生がなんか、メシアンと交流があったんでしょ。ああ、だ、そう、コンセルバトワールに行っちゃったね。メシアンの奥さんにサンドイッチ食べさせてもらったっていう話を聞いたことがあって、メシアンの家に行ったんですって。トマタミ先生が、で、メシアンの奥さんのサンドイッチは美味しいよって言って、私の話ちょっとおおみたいな話が、いう話を聞いて、もう大歓ぐらいされたやろ。トマタミ先生、ね、もちろん。まあ、私らがお世話になった先生とかもうどんどん亡くなられてね。僕ドイツの卒業試験で時代別で全部吹かなきゃいけない、でちなみにロマン・ハワー・ライネッケやろ、でバッハはねアンサンブルにして音楽の捧げ物のトリオ、で古典派は、古典派はあれかモーツァルトのコンセプトで、ライネッケで、リュティルかな、なんかを近代にして、で現代曲はね友谷先生のカーラチャクラ、すごい、誰も知らん曲の方がいいと思って、いろんな意味でいいでしょうね、いろんな意味で、フルートフェイターで講師だった江戸先生、江戸先生がドビエンヌがご専門なんですよね。ドビエンヌのなんか研究で大学院に行ってるみたいなんですよ。ドビエンヌがすごいお好きなフルーティストがいらっしゃって、一回習ってみたいなと思ってね。私受験でドビエンヌ吹いたんですよ。そうそう、だけちょっとそうそう、もう一回ね、ちょっと別々の視点で教えてもらいたいな。なんでドビエンヌを研究してるって言ったら別だ。ないな、珍しい、ね、クーラーの研究は珍しくないの？クーラーも珍しいっちゃ珍しいけどさ、またクーラーはピアノがあるじゃん。ピアノ曲とかね、ドビエンヌはね、当時は有名は有名だったはずなんよ、フランス級っていうのね。井上先生いらっしゃったでしょ、和清先生。唯一4年の前期にモーツァルトの1番をやったんですよ。あれだと褒められました。唯一褒められた。すごいじゃん。モーツァルト良かったよって。褒められた。他に褒められたことはないですけど、そこだけ褒められたので。でも4年生でモーツァルトやったんだ。はい、勇気あるね。前期で。あんなしっかりした曲、あればっかり指摘されてね、怖いのにね。すごい、私が直接聞いたんじゃないんですけど、同級生がオケのインペクをやってたんですよ、それで私と同じ門下やったから、お前の同じ門下の川本の今回のモーツァルトはよかったぞって、伝えてくれって言ったんですけど、和清先生が褒めよったよって言ったら、すごいな、あんまり褒めない先生なんですけど、厳しい、厳しい先生が褒めた、唯一褒められたところがそこやったっていう。あ、チーズ上乗せたんやつ美味しかった？美味しいです。本当？じゃあ、また乗せて。おいチーズ、おいチーズ、おいチーズ、いいか、いいね、それおいチーズ、そうそれ行こう、もらった、そのことが子供の声、子供の声、かわいい声来た、チンクちゃんが、こんにちは、どうぞ恥ずかしいよ、おばちゃんが2人、なんかおばちゃんがご飯食べるおじちゃんとおばちゃんがご飯食べるって言おった？いや。っていう顔しとった。顔しとった。なんだ？当てれ、なんだ？当
テレコってなってるんだよね。アフレコ。アフレ？アフレコ。アテレコ。あの時代が好きってことやね。古典派が好きなんだね。好きそうよね。前、うん、モーツァルト2番かなんかやったことあるやろ、うんうん、あ聞いたことあるよね、うん、見てもらったの、うん、あ、そうやか。ボロボロやったから、いやいや、先生からちょっと、うん、モーツァルト2番の40層があるんですよ。なんかネットで、うんうん、それ三浦トンバーの、うん、ご自由にお使いくださいって言ってから、日本人の人がアレンジしてる、うん、今度ちょっと持ってきます。持ってるとか。すごい。ではなんか パソコンの中にはデータがあるから、あのプリントアウトすれば。で、ファーストがそのソロも吹くし、前奏も間奏も全部吹くっていう。あと2番、3番、4番が多分伴奏ね。伴奏。1番、3番、一番偉いんだ。どうぞ、よかったら。私は吹きません。伴奏も吹いて、全部吹きませんか。きついよね。だから、てんてん、てれれれれんてんってとこがしっかり入ってましたよ。ね、せめてあれを2番以下に任せたいよね。先生は作曲家は誰が好きですか？そこはね、どういうジャンルとか年代とか。ああ、年代はもう、あ、でもあれか、いや、ブラームスはとにかく、まあ、特別。だからブラームス、シューマンのあの辺りが一番金銭には触れるかな、僕も。だから、国内違うけど、フランクなんかもね、その系統じゃ、その系統ね、しっかりしたね、こう、それの。で、内省的なやつ。だから。昨年のフランクの演奏聞きました、先生。ん？先生が吹いた。吹いたやつ。うん。美味しいですね。美味しいやか、これ。これ、カリカリにかけたところも、今回はね、ちょっとなんかね、さっきちょっと。っていうか、すっぽりはまってね、うん、ちょっと効率いいから。あとピザって、あの薄い、僕は薄い方が好きなんやけどね、薄いのと厚いのとね、好みが、どっちがナポリって言うとか、北、あの南と北と違う、そうなんですか、うん、北が確か厚い方やと、サンキューの、うどんの細いの太いのみたいな感じですよね、うん、サンキューにもあるの細いのが、ほら普通のほら、ね、こう日本でうどんっていうけど、讃岐うどんみたいな太いのとかね、あの、なんだっけ、あの、稲庭うどんみたいな細いやつもあるしね。じゃあ日本三大うどん、今全然違うんだけど話が。でもそれに引っ掛けて、日本三大うどんって言ったら何？讃岐と？じゃあ今出たから、讃岐と稲庭はない。それはない。3つ目はね、場所によって全然勝手に三大うどんって言ってつけてるなと。で、考えてみたら、三大なんとかってさ、必ず1代目とまあまあ2代目ぐらいはさ、みんな言うけど、三代目って適当なんよね。自分の好きなんで。そう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 。私だと助さんうどんやけど。福岡のうどん。まあでも、スケさんうどんは確実入らんけど、どこやったかな、あの、まあまあ福岡うどんね。でも福岡の人は結構独特なね、福岡のうどん、あの、うん、それこそコシが全くない、うん、美味しいの。スケさんはね、ちょっとコシがあります。あの、牧野うどん、牧野です。牧野が一番福岡のうどんの典型的。もう減らん。そうそう、減らん。減らん、食べても食べても、麺がすごいお汁を吸ってるみたいな。で、お汁もね、やかんじゃなくてちっちゃいね、あれに出てきてね、お汁がなくなったらついで食べる。すごいよ、減らんのよ、うってなるくらい。うん、あ、で、あの、長崎の五島うどんね、あの、福山さんがよく宣伝しとる、正原がよう宣伝しとる五島うどんは、あっちの方行くと三大うどんで自分のとこ入れとるんだけど、水沢かな、どっかの関東とかね。日光もうどんが有名なんでしたっけ？あ、日光、あ、じゃあそれがそうかな。なあ、とにかくね、
勝手に三代目の三代目っていうのは何につけてもいい加減なってだって世界三大美女もね、なんで日本の小野小町が入っとるんだみたいなね、うんうん、もう一人誰、クレオパトラさんとも陽気陽気だね、それでも怪しいけどね、東洋が二人っていうのもどうなんかなっていうのはあるけど、だけど多分 これをヨーロッパで聞くとね、こうあのマリー・アントワネットとか言うかもしれないね、うん、なるやろね、うんうんうん、三大美女じゃなかった、いや、でも時代やろ。マリー・アントネットを入れたら喧嘩になるから、もう誰もが太刀打ちできるぐらい古い人で、反伝説的な人、美女か美人かようわからんぞっていうことで噂だけで広まっとるよ、ね、クレオパトラにしよう、楊貴妃にしたって。そんぐらいにせんな喧嘩になるんやろ。こんなにも目食べるの久しぶり。こう缶詰やとママやろ、うん、これね、缶詰なんだ、うん、豆ってかまんもんだ、かわいいんだよ、うん、お正月に黒豆を作るぐらい、うん、黒豆作りなさい実家が作るから、実家の母が持ってくる、うん、僕も豆はね、食べんやったんやけど、それこそドイツ人とかヨーロッパ人って豆を食べるの、うん、で、あのひよこ豆ってイメージがある、これイタリアの缶詰、豆の缶詰、イタリア産のね、それで、学食で、普段の学食は一切使わんのやけど、土曜日だけね、逆にみんなが使わん定番が、その1週間の残り物を全部豆シチューにして、で野菜と豆とそういった栄養をその土曜日に取るぐらいのつもりで、僕は逆にわざ食べに行きよったんよ、で土曜日おいしないき嫌いよねってみんなはね敬遠しとるのをね、残り物だしねとか言ってね、それをねわざわざ食べに行ったのがだんだん好きになってね、食べよったら豆が、なんかね、すごい。だから、それから豆も黒豆とかも、まあ甘いけどね、それなり食べるようになったから、お酒やめたら今度甘いものも OK やん。だから、全然もういけるようになってね。わぁ、美味しいやんとか、あんことかもね。なかなかね、豆って美味しい。すごい。田舎ってこう、なんかっちゃぜんざいですよね。全財ね。全財。今どこ？もちまき。ああ、もちまきは山口だけだよ。もう、でもないよ。あんまり、もちまきする口が。もうね、今ね、今は家を建てる時じゃなくって、なんか運動会とか、あ、そうそう、その時に餅巻き、お祭りとかね、町内会とか、ね、文化祭とか、文化産業祭、公民館巻き、そう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 、私公民館祭りに演奏に行ったんですよ、広告に、ただ終わったら、なんかそれ、ね、演奏が終わったら、入ってビニール袋渡されて、永瀬先生、今から餅巻きがありますから、餅拾ってくださいって、ドレス着たまま餅拾って帰ったことになる。何回で全国で紹介されて、山口県人が餅巻きが好きって、うん、だってニュースで餅巻き情報あるの、ね、今日の餅巻き情報は、どこそこのなんとか祭り、お魚祭りのところとか、漁港祭りで今日餅巻きがありますみたいな、うんうん、朝ニュースでね、ああそうは知らんけど、そういうのがあるっていう話は聞いて、餅巻き少しですね、懐かしい、それ優先のニュースやろうね、でもそのいや普通の朝のこう6時前のほら大きいとこね、本当に本当に言った漁港祭りとかね、なんとかだって JR じゃない JA か、農協祭りもう絶対餅巻きつきもんだしね、なんで餅巻きが好きなんですかね、ねえたまたまやるね、山口って餅巻きが好き、だってうち息子の保育園の運動会が終わった時に、まあ、子供だけ餅は食べんけどお菓子巻きをしてました、うんうん、お菓子をわーって巻いてね、うん、でももともとほら厄落としっていうか、ね、家を建てる時とかほら厄落としのね、男の人しか分かりにくい、そうそうそう、女はダメっつって、で五円玉をね自分の年の数だけ巻くとかね、あそうなんですか、厄落としもあるけど、まあリアルね、ご近所さんとうまく付き合うための知恵だもんね、うん、そういうのって賄賂って言ったら聞こえ悪いからさ賄賂じゃないけど、
まあ、宮古都市と称してよろしくねっていうことね、うん、で四つ角には大きいお餅をね、巻いてね、小学校の頃だから民家でも餅をほとんど巻いてたしね、家作ってる家は、うん、だから情報がやっぱ行くんよ、口コミで民家はさすがね、ただわざわざ取りに行ったし、それでユタ地区だからパチンコ屋さんとかさ、盛り上げとかすごいよ、それでわーっと行くやろう、そしたらあの当時やっぱりお金たち今言うた5円ぐらいの、その円滑次の5円ぐらいあってもお金巻くことなかった、パチンコ屋さん50円玉があった、あの当時よ、子供の頃よ、たまに50円玉が入ってたよ、だから子供でさ50円が何個かまた夢のように、四隅の餅に500円玉入ってますよ、あ、そうそうそう、500円入ってますよね、そうそうそう、こちらの地域が、四隅って何、あの家を建てるでしょ、うん、だからほら、あー、そういうこと、四隅の、それは何、これだけでっかいお餅を一個だけ大きいの巻くんですよ、あ、そうなの、その中に500円玉がね、入ってる、うーん、それ、目がけて、それは何、差別なく拾ったもん勝ち、そう、でも大体、一個、あれ先に1個だけ巻くから、だいたい大人の男の人がパシッと取るね、先生の高い人は、しかも、その辺巻くぞって言うとるやろうね、角持ちじゃけ、角にしか巻かない、うん、1個ずつしか巻かないから、うん、もう、あれですよね、分かっちゃう人はもう、そうなんや、それ知らなんだ、それをね、男の人とかは狙って、うん、大概には昔の人なのね、うん、いや、そうなん、知らんやろ、いや、それか子供心知らん、分からんやったんかもしれない、そういう、うん、ユダはそういう風習がないかもユダはね、都会やから聞く側やけど四隅がないかもしれない四隅がなかったんだろ丸いんかね、うん、温泉のように丸いって湯船のように丸いそういう意味じゃないじゃん家が並んどるからじゃん巻くとこがないじゃん今パチンコも、うん、パチンコ屋さんある近くにユダまあまあうちの近所もあるけどあるっけあの辺あ先生ちょっていうかパチンコ屋さんはパチンコ屋さんも郊外になるよねもうだから街中ってないよやっぱ車で行けない県とこにはないよねスーパーも一緒よ先生の近くなかったですかいやほらほらうちの近く大きいのかあのかっぱ寿司そうであっちか立体駐車場がなんかですかあるある立体駐車場人の名前と顔は覚えられるけど風景は覚えるの得意だ、ね、そうなん人と、ね、名前と顔は全然覚えられないんですけど、うん、風景はすごい覚えるの得意なんで、うん、よくほら写真でこうなんかいろんな人が風景を上げてるでしょ、うん、って SNS で、うん、どこがすぐ分かりますか、うん、ピザどうする食べるもう私もう結構ケーキも食べる食べ私まだいっぱい食べないえ結局5時集合5時ですかあ、どうするんだから。いや、どっちかにして、あっていうのが、ギリギリか、早いかあの負担なく。で、早いんだったら5時だろうね。でも5時ね、僕、5時は5時で。いやいや、違う、あの、もう混んどるのが嫌いなのよね。5時に行くんやったら、4時じゃけ、4時の間やったら大丈夫じゃないですか、ね。それか、だから5時を挟んで、もうちょっと早めか、もう、ギリギリ6時くらい、6時前ぐらいで、パスタ合わせ飲んじゃるような気がする、うん、そう、うん、5時台は多分、5時台から下関だと4時半ぐらいから車の量が増えてきます、うん、でも早くから待つのも嫌やろ、うん、でも待つのは私で出会いとかいい、うん、参加するのもこっちでもじゃあ6時にしようか、6時前ぐらい6時前、うん、がっつり練習せんでいいやろまあ、その一曲ぐらいやそれと響きが聞きたいじゃけ舞台でちょっと響きとか、うん、あれをやってそれで礼拝始まるギリギリまではあの2階にあるから上にありますね、うん、でそこで聞かれたり、うん、それこそまあ練習になる、うんうん、山田さん例えばさ、うん、本日さ後ろついていくって言ったらいいのいいけど、乗せてっちゃろうか、それやったら本当、うん、もういいだって、車が行き過ぎないじゃん、少ないとかね、うん、じゃあ、うん、何時に行ったらいいやったどうしようかと思うどうしようかね行くのがドキドキするから当日、うん、僕も当日フリーになってるから、うん、いつでもどうでもいいんだけどどうしようかね練習していく
あ、そうしようか。ひそかに中田雅夫にプレッシャーをかける。疲れる。あんまりでも早くご飯の支度をしていきたいので。うん、いいよ、ギリギリで。で、ギリギリ。何時に出るぐらい？宇部市内で高速降りて、あの空港のとこあるやん。宇部空港のとこ降りるやん。宇部空港から緑橋教会の間がどのくらいかでよるけど、あれが日曜日、例えば今日みたいな感じやったらもう30分あれ行くんよ、家から。あ、ほんと。じゃあ1時間見とこうか。1時間見ときゃ十分やね。ああ、移り来るかもしれん。4時半ぐらいに行ったら、じゃあ5時半に集合する。5時半、はい、うん、大丈夫です。5時半か、5時45分くらいにしようか、うん、いいでしょ、私なんつっても、ね、うん、5時半に行ってもらったんですよ。ちょっとうち息子連れて行くかもしれないんで、はい、うん、なんか使ってやってください、雑用がある。取るんやない、なんか、うん、あ、まあ、教会取ってもいいですかって許可取られてるね。はい、聞いた。私たちの演奏を撮影してください。あ、大丈夫。まあ、一応言うと、うん、あ、撮影しますっつってから、うん、いいじゃん、いいですから、だけします。いや、教会も撮ってても、それでホームページ流してても、去年流しとったもん。あ、本当ですか。見てなかった。で、早くって他の人から撮るところのね、場所を利用しようとしちゃったね、三脚。そう、うん、設定しとった。もうちょっとふわふわですよ、たぶん。何やろ、何ケーキ、なんか、そこでなんか美味しいんやけど、うん、あ、パウンドケーキ、うん、パウンドケーキだけど、うん、なんかもっとなんかこんな形でなんか真ん中が山盛りになって割れるっていうイメージがあるけど、これ割れてないから、うん、いや、だけど形が違うパウンドやね、うん、